ザ・バットマンがゴールデンウィークにもう見れる。最新作はプレミア配信で。世界の嘘を暴け、本性を見抜け。ザ・バットマン爆速配信中。プレミア配信で奴に挑め。バットマンはヒーローなんだと思えるようなね、力士と相撲取るっていうマジかよって思いましたよ。かわしてメガネポンってしました。ちょっとここ頭下がってそこに、はい、気をつけてください。リートだ、気をつけろ。YouTube オリコンニュースチャンネルにて映画ザ・バットマンプレミア配信記念特番をご覧の皆様、こんばんは。アメキャラ系ライター杉山スピュータカです。私はですね、アメコミ映画とかドラマのですね、情報発信とかコラムをやってるものなんですけど、今日ザ・バットマンのことについてここに呼ばれましたので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、なぜ私がここに呼ばれたかというとですね、3月11日から劇場公開してたザ・バットマンがなんと4月27日からですね、今度お家で見れてしまうんですね。つまりプレミア配信が始まるんです。このプレミア配信というのはですね、主に動画系の配信サービスで、デジタルレンタルか、それからデジタルダウンロード販売、要するにダウンロードして自分のものにできるんですけど、ということでお家で見れるようになるわけです。ですから春休み劇場で見れたバットマンがゴールデンウィークですね、お家で見れるということなんですね。やっぱりバットマンはみんなのヒーローですから、みんなが呼ぶと来てくれるということで、今度はお家に来てくれるというわけです。で、このザ・バットマン、ご覧になった方は分かると思いますけど、ものすごいドラマが濃くて、もう何回も見たいなとか、あとコリン・ファレルどこに出てたのっていう人もいるんですけども、そういうこともチェックできますんで、じっくり見ていただきたいのと、あと劇場で見れなかったという方はぜひですね、これを機会にゴールデンウィーク、自宅でザ・バットマンを見ていただきたいと思います。今年のゴールデンウィークはですね、出かけなくてもザ・バットマンがお家にいるという状況だと思ってください。ということですね、早速そのザ・バットマンの魅力を語っていきたいと思うんですけど、今日はここにですね、素晴らしいスペシャルゲストをお呼びしております。百獣の武井壮さんです。よろしくお願いします。武井壮です。バットとかペンギンとかキャットとかね、ファルコンとか動物が名前が出てくる映画なので、百獣の王の武井さんが呼ばれたという説もあるんですが、はい、そういうことなんですかね。実はあれですよね、武井さん、アメコミヒーロー映画ね、結構好きなんですよね。好きですね、はい。子供の頃はそのアニメとかを見てたんですけど、それがやっぱり最近ですよね、特に広がりを見せてて、バットマンとかね、本当に子供の頃にアニメで見ていたものがもう目の前に、想像以上の姿で現れてくるので、もうこの年になってハマりまくってますよね。あとあれですよね、武井さん98年から2000年かけて留学されてたんですよね、アメリカに。はい、そうです。実際に1998年から3年間ちょっとぐらいですかね、はい、アリゾナに住んでいたので、はい、もうどこにでもやっぱりアメリカコミ系の、はいはい、キャラクターだったり、おもちゃだったり、そこら中にあったので。ああ、そうなんですね、はい。そういうね、アメコミのちょっと世界に触れてたりとかいうことなんですけど、うん、あとちょっと噂で聞いたんですけど、バットモービルをなんかお作りになるとか作るって聞いたんですけど本当ですか？バットモービルを作るわけじゃないんですけど、僕は近々、はい、ヒーローになろうと思って、はいはい、もう芸能人になろうと思って芸能人になれたんで、10年かけて、あとの10年かけて自分の肉体をより鍛え上げて、本当にもうヒーローのスーツを作るとこから始めてヒーローになっちゃおうと思ってるんですよ。で、自分の用のそのいろいろな機能を搭載した乗り物も作っちゃおうと思って。ああ、それで要するにあれですね、武井壮モービルを作ろうとしてるわけですね。そういうことです、はい。でもここでみんなにヒーローになりますとか言ってしまったらもうもろバレですけどね。いいんです、もうほとんどのヒーローはね、はい、もう今正体バレてますから。はい、そうですね、はい。でもあれ、今回のね、ザ・バットマンのバットモービルって、僕今までのバットモービルの中では一番ちょっと作れそうだなと思います。なんかこう普通の車をね改造したみたいな感じで良かったなと思うんで、はい、うん、ちょっと映画をね見ながらトンカントンカンやっていただけるといいかなと思うんですけども、はい。で、もちろんザ・バットマンね、ご覧になってると思うんですけども、どうでした、感想は。ぶっちゃけ史上最も、はい、はい、暗いバットマンだったんですっていう、もう本当オープニングから1時間ぐらい、はい、もう本当
暗い気分になってどんよりとして、はい、なんか本当に闇なんだけどバットマンって、はい、さらにその深淵まで闇っていうか心の中まで闇を感じるような表情も一切明るい表情しないんですよ。そうですね、序盤だからもうちょっと引きずり込まれそうになったんですけど、それがね物語が進んでいくとともに、はい、やっぱりバットマンは、はい、ヒーローなんだと思えるようなね。あ、そうですね、はい、その対比がすごかったですね。そうですよ ね、はい、ねおっしゃる通り、ロバート・パティンソンが3時間ほとんど笑わない。いや、そうなんですよ、ね、ですよね、映像も暗いし、はい、音楽も暗いし、はい、セリフも暗いし表情も暗い。そうですよ、人間関係も暗いみたいな感じでスタートして、これバットマンかと思って。そうですよね、どうなっちゃうんだろうと思ったんですけどね。でもなんだろう、暗い映画で3時間見れるっていうのはすごいなと思いましたよね。だから徐々にそのやっぱりその暗いところ、はい、闇から光が少しずつ見えて、はい、ね、今回キャットウーマンっていきますけど、はいはい、彼女がね、はい、唯一最初に差し込む光なんですよね。あ、そうですね、なんかね、だからそのあたりからちょっと心が変わっていくあたり、はい、ここあんまりちょっと言えないんですけど ね、 いやいやいや、ね、はい、注目だなと思いますけどね。そうですよね、はい、でバットマンというのはロバート・パティンソンって、はい、結構日本のファン多くて、うん、まあ、イケメンなんですけど、今回 の、 ザ・バットマンのために、まあ、本当にブルース・ウェインみたいになんか相当体を鍛えたっていう、はい、だからわざわざ背中を見せるシーンがあるらしいんですけど、 ありますね。なんか体を鍛えるってことで、なんか武井さんも体鍛えるためになんか僕ウィキで読んですけど、犬用のガム噛んで顎鍛えたってことなんですか。デビュー前、そうですね、西麻布のあるバーで、はい、毎晩そのミルクをロックで、はい、いただいて、すいません、ミルクロックって言って、で自分のカバンから中型犬用の、はい、犬のガムあるじゃないですか、はいはいはい、あれを取り出して奥歯でガリ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 かじって顎を鍛えてる、この顎の周りの咬合力を鍛えてたっていう。ああ、そうなんですね、はい。でもね、バットマンってこう顎が出てくるから、やっぱり顎は本当に殴られて大変なんで、やっぱ鍛えた方がよくて、ぜひそれは今度ワーナーさん通じて監督に言うと次のブルース・ウェインが鍛えるシーンでミルクとこれをやってたら風呂が炊けそうじゃないですか。それはそうですよね、奇跡のコラボですね、それがね、奇跡のコラボですね。もし大型犬のやつがガリガリやっててくれたらちょっと嬉しいな。嬉しいですよね、やっぱり嬉しい。ブルース・ウェインが顎鍛えてるとか嬉しいな、それ嬉しいですよね、はあ、やっぱりなかなか顎ってね鍛えられないんで。そうなんですよね、特に本当にバットマンってマスクしててね、はあ、顎が命みたいな。僕本当に測ったことあって、咬合力みたいな、大型犬とほぼ一緒だったんですよ。そうなんですか、噛む力は。はい、すごいですね、人間 の、 数倍の噛む力になってたんで、もう本当に効果あるんでね、ぜひ皆さん試してみていただきたいなと思いますけど、武井さんがヒーローになったら、ヴィランの人は武井さん噛みつかれないようにしたすごい顎でね、ぶち切りますからね、ぶち切りますからね、はい、気をつけてくださいよ。面白いですね。で、さっきのおっしゃったように、今回の、まあ、ザ・バットマンって、まあ、うん、今までのバットマンがこうバットマンになるまでとかね、うん、こう描いてたんですけど、今回はそのバットマンになって、まあ、2年目、はい、デビューして2年目っていうことで、まあ、そういったところがちょっと今までないと思うんですけども、まあ、ちょっとこれ監督も、まあ、2年目のジンクスみたいなこと言ってたんですけど、うん、まあ、武井さんもフジテレビの埋もれ人に1回デビューされて、はい、それでまあブレイクしたんですけど、うん、やっぱりデビューするより2年目とかの方が結構大変だったんじゃないですか、やっぱり。いや、僕は2年目のジンクスなかったですね。そうですか、2年目大ブレイクしましたから。あ、なるほどね。2年目が一番仕事多かったんで、はい、毎日10本とか入ってたんですよ。ああ、そうなんですか。一番ひどい時、本当に丸3日間仕事つながってたことあるんですよ。すごいっすね、72時間仕事つながってたんですよ。3日目の朝の一番の仕事が力士と相撲を取るっていう、はい、マジかよと思いましたよ。60何時間働いてきて、ここから力士とやんのみたいな。本当にすごいっすね。バットマンより全然ハードワークでしたよ。そうですね。ああ、いや、そうだろうな、やっぱり。だってね、ロバート・パティンソンのバットマンも夜中パトロールしてますけど、さすがに力士とね、戦わない、ね、そうなんですよ、日中まあまあ休憩してたんでね。確かに確かに、そうですよね。そうなんですよ、僕の方がタフワークこなしてた、その頃。だから2年目のジンクス僕なかったんですよ。あ、そうなんですか。2年目大ブレイクなんで、本当に。へぇー、はあ、
あの百獣の王とか言って動物倒すのは半年間、6月にデビューしてから、半年間動物倒すあのゲストばっかり呼ばれてで落ち着いてきた頃に次スポーツを出し始めたっていう頃なんで、走ったら10秒台だよとか、野球もできるゴルフもできるよみたいな頃だったんで、はい、2年目ジンクスなしでした、はい。逆に言うとその2年目の時の、まあ、頑張りっていうかいろいろやったことが今に繋がってる感じですか、ね、間違いないですね。そうですよね。2年目で広げたこの地盤が、あ、はいはい、武井壮のこうなんて言ったら横幅を広げてくれたという意味では今回のザ・バットマンも、はい、そのあたりちょっと描かれてるなと思うんですよね。そうですね、はい、あの確かに2年目のねザ・バットマンがね、うん、ブルース・ウェインがこうねいろんなね自分の心とかいろんなことを広げているからね、この後のザバあのね暗いだけのバットマンがいいバットマンになっていくんだろうなっていうのをね感じさせるっていうことですね。そうですね。あと悩みもちょっとこう、はい、新しい事実を知ってしまって、はい、こう悩みこうお父さんとの仲とかね、はい、なんかその辺のこう葛藤も生まれて、はい、このままでいいのだろうかみたいなとこからのやっぱこう横幅が広がって、はい、それ全て受け入れてのよし俺はっていうところですよね。そうですね、うん、あそれは確かにあるかもしれないです。本当にね最初はただの危ない人だったのがね、はい、ヒーローとして、はい、こう成長していくというか、そこにやっぱりこのねザ・バットマンのあれ面白いところだなと思いますね、うん。であのちょっとあのあとですねスタッフから実は無茶振りされておりまして、武井さんといえばですね、はい、倒し方であると、で例えばリドラーとかジョーカーの倒し方をぜひ語ってほしいというですね、リドラーもジョーカーも猛獣ではないんですけど、はあ、あのリドラーとジョーカーの倒し方について。リドラーやばいですよね。知能、知能、そうですね、知能犯ですよね。かなりのかなり知能犯です、うん、なんか不可解なメッセージ残しますし、謎謎みたいな。そうですよね。ねえあれあの今回のバットマンは、はい、次々解読してましたけど、してましたけどね。ねえなんだか僕はちょっとあれじゃ全く分かんなかったんですよね。あれはえってなってたんですよ。俺もう画面上はえってなってたんですよ。結構難しい謎々ですよ、ね、結構難しいんです。これキーワードなんですけどね、この謎々が鍵なんですけどね、そうです全てのね事件の ね、そうですね。でちょっと知能犯ちょっと厄介だなと思うんですけど、あれでもうかく乱されちゃうじゃないですか、いろいろ自分の行動も、はい、誘導されちゃうしみたいな、はい、だけど弱点丸出しでしたよね、リドラーね。そうか、そうですね、はい、申し訳ないですけど眼鏡しちゃってたんでね、はい、まあまあ可愛い眼鏡してましたよね、なんかね。そうですね、眼鏡なんかしちゃったらもうあれですよ、もうわーって近づいてくるわけじゃないですか、はい、そうやってやるぞって来たら、はい、先にこうストレートちょっとかわして、はい、眼鏡をコーンってしますよね、コーンって、はいはいはい、コーンってしたらだってここのほらあの鼻に当たるところがグッてなって、ええ、痛い痛い痛いってなるじゃん、はい、そしてもうここ頭下がってそこに膝っていう、はい、リドラーはもうメガネトーンからの頭下がって膝っていう、これ黄金パターンです、僕の対人の。なるほどね、これで大体のリドラーいけます、いけますね。あのリドラさん、武井さんと戦うときはメガネを外して、そうです、まずはこれです、戦ってほしいですね、気をつけてくださいね、リドラー、リドラー気をつけろ、はい、そういうことです、すいません、今炎上してませんか、大丈夫です、大丈夫です。あのバットマンファン炎上してませんか、大丈夫ですか。あの バットマンは必ずあの敵と戦うときにあのバットマンってあのコミックの中でも一番あのずる賢いというか悪知恵働くと言われてて、やっぱり どういうふうにヴィラン戦ったらいいかっていつも考えてる人なんで、はい、きっと武井さんと同じような、ね、考え方になるんじゃないかと思います。ありがとうございます。きっとあの今頃あのブルース・ウィームそうかメガネだったのかっていうふうに、ね、きっと思ってると思いますけど、ね、いけたって思ってますね。じゃあのジョーカーもうスタッフが、ね、ジョーカーを倒してほしいと。ジョーカー、はい、ジョーカーはほら、まあ、悪じゃないですか基本、はい、基本悪です。悪のあの絶対的な悪、はい、あそこにこうなんかやはり、はい、あの闇社会の人だったりさまざまな人が潜在的な自分の中の悪を引き寄せられて、つい集まっちゃう、お金も出しちゃうみたいなね、そういうところの魅力じゃないですか、はい、何をもう恐れぬあの絶対的悪、うん、やっぱあそこがジョーカーの一番強さだと思うんだけど、はい、ぶっちゃけ正直、はい、フィジカルとかさほどでもないんですよ。うん、そうですね。特にジョーカーになった頃なんて、ぶっちゃけね、ちょっとなんかね、看板持ってなんかね、看板やられちゃってみたいな、なんかバコバコ子供たちにやられちゃうぐらいのフィジカルだったでしょ。はい、そうですね。正直大したことないんですよ。はい。
でも毛も伸びちゃってますから、はい、ぶっちゃけ掴みやすいってなりますから、はい、ジョーカー来たっつって一撃ぐらいもらって、はい、もらったらもう射程圏内いるんで、はい、ガーンってもらったら、はい、もうこのロン毛掴み放題ですから、はい、で掴んだとこからもう膝ですから、はい、シンプルなるほどね、シンプルフィジカルコンタクトで倒せますよ、すいませんね、どちらも膝でフィニッシュしちゃってすいませんね、多分バットマンは相手のメガネとか相手の髪の毛引っ張れてあんまりヒーローなんてやらないんで、いつもあの2人ねやられちゃうんだろうっていうことを思います。でもあの現実的にはその本当にね、あの東京の街にジョーカーとかリドラーが現れたら、そういう風に戦うというのがいい感じですよね、はい、スピさんすごいあのまっすぐ受け止めてくれるんですよ、ね、いやだって、否定していいんですよ、いや否定していただいたそんなんじゃ無理ですって言ってくださっていいんですよ、いやでもあの本当にね、あのバットマンもね手こずってる人たちなんでなかなか倒せなかったりするんですけど、はい、まあ、どういうふうに戦えばいいかっていうのはね大事なこと、まあ、頭に置いておいていただきたいですね、頭に置いておいてね、はい、言うといいかも、まあ本当にねヒーローになるというおっしゃっているので、はい、絶対ヒーローになったらジョーカーみたいな人とかリドラーみたいな人出てくるんで、はい、そういう人に戦きっちり仕留めたいと思います、ですね、あのジョーカーさん髪の毛を切って戦ってくださいまずはショートカットにまずはショートカットにしないとという感じですね、おすすめします、はい、ですね、好きだらけですあとまあなんかザ・バットマン見ててなんかここが気になったとかそういうポイントって何かありますか、ここが気になった、はい、そうだな、うん、さっき背筋っていう話もしましたけど、はい、だいぶあの背中集中的に鍛えた感じしてましたよね、そうですよねなんかね、意外と他の部分はそんなにムキムキじゃないんですよ、まだ、はいはい、これからなんでしょうね、目覚めるのはね、そうですよね、はい、ただ背中はしっかりあのいろいろやったんですかね、こういうラットプルダウンとかいろいろやったんでしょうね、だから露骨にガッて見せるとこありますか、ありますあります、あのシーンは絶対露骨に見せたかったんだろうなと思いますねそんなとことか、でもやっぱりキャットウーマン今回気になりましたね、キャットウーマンは良かったですね、やっぱりキャットウーマン毎作品魅力的なんですけど、はい、今回のキャットウーマンちょっと独特な魅力ありませんでした、ありましたね、わかりました、はい、ね、うん、なんかこう、なんだろうな、まあいつも通りそのなんというか悲しさはこう秘めているんですけれども、でもなんかちょっとこうなんというかな、こう恋心みたいなものとか、はい、そうですね、なんかねリアルに感じ取ることができて、なんかすごい身近に感じたんですよね、うわ俺一緒に戦いてって思いましたね、でもそれはちょっと分かりますね、はい、あのバットマンリターンズのねミシェル・ファイファーのキャットウーマンってちょっとメンタルがね、はい、あの複雑でなかなかちょっとあの彼女とこう合わせていくのは結構大変なところがあったりとか、はい、あとアン・ハサウェイのキャットウーマン本当に裏切りそうだったりとか、ね、いろいろある中で僕は一番なんか誠実というのがおかしいですけどちょっとまっすぐなんですよ ね恋心っていうか、なんで乙女心がまっすぐなんですよね、そうですよね、うん、アン・ハサウェイのキャットマン超魅力的なんですけど、アン・ハサウェイ大好きなんだよ俺、でマジで騙しそうですもんね、マジで騙しそう、どんだけ信用してかかっても最後の最後ひっくり返されそうですもんね、それはありますね、ね、ね、だからそうだろうな、なんかこうなんていうんですかね、こう歴代キャットウーマン3人がいてね、はい、合コンとかした時に今回のキャットウーマンが一番なんかね話しやすいというか、そうなんですよ、感じがありますね、絶対あの子が一番いい子なんですよそうですね、絶対あの子が一番いい子って右端に座ってて、はい、一番いい子って分かってんですけど、はい、でも真ん中のアン・ハサウェイのキャットウーマンに惹かれて、はい、途中まで攻め込むんだけど、はい、ダメだなこれ、なんかトイレ行った時に、はい、我々の悪口をすごい言われてるのを聞いてしまって諦めて右端行こうとしたらもう手遅れだったみたいな、そういうことになりそうですよねなかなか難しいかいや難しいか、まあでもね、あのちょっとその歴代ねキャットウーマンと比べてみるっていうのね、はい、今回ちょっと楽しい、ね、そうですね、はい、全てのキャットウーマンをこう比較してみるっていうのもすごいいい見方でですよね、今回絶対おすすめです皆さん、ね、あのでも今回あのゾイ・クラヴィッツさんがね、はい、あのセリーナ・カイルやってるんですけど、実はあの、うん、昔のバットマンのテレビドラマシリーズもあのアーサー・キッドさんって黒人の女優さんがあのキャットウーマンやってて、あとスピンオフ のキャットウーマンのハルベリーさんがやってて、はい、実はですね、あの黒人女性がキャットウーマンやってるっていうのがあってて、まあ、そういうところもね、あの DC というか先見の明があるというかね、ちょっとこういったところにあのチャンスを与えてるなっていうのは思います、ね、ダイバーシティとかね、そういったところに向けても素敵なメッセージになってますよね、
そういうところがね、今回のザ・バットマンは見どころでしたけど、あとなんかザ・バットマン見てて、あ、ここが気になるとかなんかありました？逆にどうですか、スピッツさん一番今回気になったところみたいなの逆に教えてほしいんですけど。そうですね、これだけのマニアが、ここなんだよっていうとこどこなのっていうのがすげえ気になるんですよ。そうですね、まあいくつかあるんですけど、一つはこのマット・リーブス監督は絶対ホラー映画好きだろうなと思いましたね、はい、で、ね、バットモービルが出るシーンはジョン・カーペーターっていう、ね、ホラーの監督が撮ったクリスティーンっていう 人を殺す車の話があるんですけど、クリスティーンからインスパイアされたとか、ちょっとリドラーがブギーマンっぽい、あ、確かに、ね、感じのところが出たりとかっていう、うん、ちょっとすごくホラーな感じが出てるなと思ったのと、うん、あとやっぱりなんていうんですかね、今回すごいマニアックなこと言うと、リドラーってバットマンフォーエバーっていう映画に一回ジム・キャリーがやるんですけど、うん、そこへのやっぱりリスペクトがあって、実はバットマンがバットスーツ着て水の中に落ちるって、はい、バットマンフォーエバー以来ないんですよ。今回ザ・バットマンは水の中に落ちてるっていうシーンがあって、ありますね。そういうところもちゃんとマトリーブスさん好きだなと思う。あと、うん、バットマンといえばティム・バートンがね、監督と有名なんですけど、はい、ティム・バートンとマット・リーブスの共通点って実は猿の惑星を撮ってる。はあはあはあ、なるほど。だから猿の次は、あ、まあまあ、ティム・バートンも逆か。だから猿を撮った人はなぜかコウモリを撮るっていう。そのね、なんかジンクスがあるんですね。あるんですね。猿を撮ったらコウモリを撮る。コウモリ行くっていうところがね、なかなかね、面白いな。アメリカのなんか監督さんのスター街道なのかもしれないですね。かもしれないですね。やっぱり猿の惑星やってバットマンやったらね、もうこの先怖いものは、いや、そうですよね、ないんじゃないかなと思いますね。うんうん、あと、まあ、エンブレム、バットマンの、今回本当に皆さんチェックしていけない、バットマンのエンブレムが、なんかちょっと拳銃かなんかのをモチーフにしたエンブレムになってて、多分あれはコミックでもあるんですけど、両親を殺した銃をバットマンが手に入れて、はい、自分の自戒のためにしてるっていうコミックがあるんですけど、なんかそれをちょっと意識したんじゃないかなとは思いますね。うん、じゃあバットマンビギンズとかあの辺にもこうなんかね、そうですね、ちょっとつながってくるようなね感じがあって、そういうところがやっぱり今回のあれだし、あとね、さっきも言いましたけど、コリン・ファレルがペンギンだったって気づいた人があんまりいなかった。いや、マジで全然分かんなかったですよ。ですよね、はい、あ、いや、本当にデニーロかなと思ったぐらいですもん。似てます、似てますね、全然似てます、似てます。そうですよね、なんかそんなね、なんかそうですよね、最後まで全然分かんなかったんで、分かんないですね、はあ、エンドロール見て、あっみたいな、そうそう、あっていうね、あそこだったのっていう、あれ本当にね、見終わった後にね、コリン・ファレルどこに出てたのっていう人がね、はあ、やっぱりいらっしゃる、気づかない人もいるぐらい、気づかない人っていうぐらいに、やっぱりすごいね、まあ、でも完成度高かったですね、高かったですよね。なんか生のペンギンって感じでしたよね。そうですね、うん、あの人は ね、なんかいいですよね、ペンギン、うん、でもバットマンのリアル感すごかった。バットマンビランだけど、ね、ペンギンがまだ一番なんか人間っぽいというかね、はい、本当にさっきのもうジョーカーとかリドラーの息まで行ってしまうと、うん、なかなか普通の状況はね、常識が通じないんですけど、うん、ペンギンはなんか頭下げたらギリギリ許してくれるんじゃないかギリギリなしがなりそうみたいなところね、ありますけどね、はい、まあそういうところも良かったなと思いますよね、うん、ね、クライマックスもね、すごいバトルで、はい、ヒーロー映画になったなと思いますね、うん、今回のスーツはどうでした？今回のスーツは良かったですね、やっぱりすごくこうスキニーというかね、こうスッとしたスーツ、はい、特に前の、僕前のやつも好きなんですけど、ベン・アフレックのバットマンがちょっとマッチョなスーツだったのに、はいはい、今回はすごくスキニーなスーツになってて、うん、なんかもし本当になんだろう、バットマンみたいな人がいたら手製で作るとああいうスーツになるんだろう。でしょうね。なんか僕今すごく悩んでて、はい、そのスキニーなやつは予算がだいぶ抑えられるんですよ、はい、マジで。ではマッチョな、はい、ピースみたいなのをつけるんですけど、はい、かなり高額になるんですよ、あれを増やせば増やすほど。そうですよね、はい、だからちょっと最初はスキニーなタイプでいって、で、あらゆる企業とコラボレーションして、さまざまなテクノロジーを搭載してもらいながら、はい、広告として、はいはい、僕のスーツは作っていきたいと思ってるんで、ぜひスーツができた際には、さまざまな企業の方からのアプローチをお待ちしておりますんで、最新技術をそこに搭載していくっていう感じでヒーローが仕上がっていくところも楽しみにしていただきたいですけどね。ですね。
一つアドバイスすると、あのバットスーツみたいなのをお作りになるんだったら、はい、あのティム・バートンのバットマンのスーツってかっこいいんですけど、はい、あのマスクとマントがくっついてるんで、うん、あんまり戦闘向きではないです。あの不便、うん、後ろから殴られたら体ごとやんないと。だからあの、ね、マスクとケープとボディアーマーは絶対分かれてる方が、はい、なるほどね、はい、セパレートタイプ、セパレートですね。あのダークナイトの時にあの言ってましたけど、マスクは分かれてる。参考にさせていただきます。はい、ここね、あのあ、いいアドバイスいただいた。そうそう、あのね、かっこよさを追求するとバットマンス戦えないんで、はい、そういうね、なるほどね、いいアドバイスいただきました。ぜひマスクを、でも武井壮だって分かってるのにマスクはつけるんです。一応つけますね、マスクは本当にやっぱりほら、やっぱりなんかね、なんかかぶっときたいじゃん。この辺だけとかもあるんですよね。まあ、あ、そうですね。で最後にカシャンって開いて、一言決め台詞言って、煙ポーンって出ていなくなるみたいなのをこう決まり事にしたいんですよね。そしたらほら、ずっとマスクだと、はい、僕だってこう海外で認識してもらえないんで、あ、なるほど、このヒーローは世界戦略なんですよ。はいはい、なるほど。地球人全員僕のこと知ってもらうための最大の秘策なんで。はい、なるほどね。はい、でそのスーツ、あのスーツのあいつはあの顔なんだっていうのが最後絶対分かってもらえるようにしたいんで。なるほどね、はい、そしたらもう言葉いらないじゃないですか、世界で。はいはいはい、おーってなるわけで、そこ目指してますから。それはいいかもしれないですね、はい、でちなみにあのバットマン、ほら、あのバットシグナルってね、コウモリが来るとあれなんですけど、はい、武さんはどういうシンボリックなもので呼び出されるか。そうなんすかね、そういうの大事ですよ、商品化のことから。何で呼び出されるかって、これちょっと大事ですよね。大事です。何、そう、遠吠えとかですか。遠吠え、コヨーテとか、アオーみたいなとか、はい、狼の遠吠えとか、はい、獣の遠吠えが聞こえたらあいつがやってくるみたいなっていう感じで。あ、それ面白そうですね。はい、あ、やっぱり百獣の王なんで、ええ、全ての動物を滑るものとして滑るものとして、はあ、動物的な能力を磨いておくみたいな感じになると。本当になんかシャゲーンってやったら、もうバットマンもシャーンってやったらヒャーンとか出るじゃないですか、はいはい、爪みたいな。爪出ます、出ます。あれがもう本当にこうベアクローみたいになってる。バシャーンってサガーみたいなやつもあったら嬉しいですし、足をカーンってやったらもう尾ひれみたいにヒレが出てくるみたいな、はい、あ、すごい泳げるみたいなとか、動物の機能をいろいろ搭載できる。だからもうナイトアイみたいになるとか、あ、フクロウみたいになって、カシャンっつってなんかカシャンって降りてきたらもう夜も全然クリアに見えるみたいな、うん、400m 先のもうちっちゃい虫とかが見えて、はい、飛んでってこう捕まえることもできるぐらいの捕まえると。なるほど。なんかそういうなんかね、うん、なんか動物に特化した、もうバットマンとかいろいろいますけど、はい、全部合わせたのが俺みたいな感じになる。なるほどね。あ、それかっこいいかもしれないですね、ええ、でなんか今聞いてて、あの本当にヒーローにならなくても、なんかこの企画だけで武井壮さん出演のなんかスーパーヒーローものできるなと思いましたね。はい、もしこの配信、あの業界関係者の方見ていたら、あの百獣の武井壮というスーパーヒーローものを作ったらいいんじゃないかなというふうに。そうですね、うん、思いますね。予算はある程度僕持ちますんで。あ、出ましたよ本当に、はい、これはいいかもしれない。そうなんですよ、うん、自分で出資しますからしっかりと。そうですね、はい、はい、そのあたり、あのそうですね、あの一緒に戦ってくれる方を募集してます。うん、ありがとうございます。ワンダさんで全世界配信になるかもしれない。マジかよ、本当に夢だなそれは。ですよね、夢叶うな俺。結構ね、あの夢叶うことありますよ。あの、はい、意外に、ね、あの前もそうなんですけど、あのこういう番組、日本のこういう番組って海外の人結構見てるんですよ。本当ですか。だからもしかするとマットリーブスとかを見てるかもしれなくて。え、マジっすか。本当にそうなり、じゃあ日本に、ええ、野生動物を全て倒した男、そうだけキングオブビーストと呼ばれる男がいるっていうのが、うん、今世界に届いてるかもしれない。かもしれないです。そういう可能性もあるんで。来たぜ。僕の夢は本当にあのアメコミ系の映画に、実写版の映画に、はい、見切れるっていうのが一番、はい、最初の夢なんで、僕はその世界進出のチラッと出てきてみたいな。そうですね。ね、なんかいろいろあるじゃないですか。ね、そういうパターンいろいろあるじゃないですか。はい、いや。本当にね、こういうことがね、きっかけで、はい、出てくる可能性っていうのもありますんですね。そうなんです。うん、ありがとうございます。いや、本当に。で、あの、最後にあれなんですけど、この今回、ザ・バットマンを、あの、配信を楽しみにしている方に、なんかおすすめポイントみたいなのがあれば。はい、そうですね。やっぱりこう、今回の鍵は、なんだろうな、成長だと思うんで、うん、まあ、僕自身もやっぱりその、はい、日々ね、はい、あの世の中のことを調べて学んで、はい、本当にどうなっていたのかっていうね、あ、
本当のことは何なのかっていうのをこうやっぱ知っていくってことがすごく重要な鍵だと思うんですよ。そうですね、はい、今回そうですね。今回ブルースもやっぱ知らないこと、はい、知らなかった事実を突きつけられて、そこからの葛藤だけれども自分の役割がきっとここにあるっていうところにたどり着いてからの開花だったんで、はい、ね、だからやっぱりその本当のことを見極める、はい、知る力、はい、で、あの悪事と悪は違うんだと、はい、まあ、言ったらね、はいはい、あの本当の悪と、はい、あの悪事を働いてしまったこととか、はい、その間違い、あの誤りっていうものと悪みたいなものの違いとか、うん、なんかそういったことが複雑に絡んで、人はこうなってこう良かれと思ってしてしまったことだけれども、はい、周りからしたら、はい、誰かから見たらとてつもない悪事に見えてしまったりとか、これは正義のためなんだけれども、うん、誰かから見たらそれは悪なんだとか、うん、悪なんだけれどもこちらから見たらそれは正義だったりすることもあると、はい、でもそこの折り合いをしっかりと自分の中でつけて、これはいけないことだけれども、はい、これは本当の悪なんだと思って、その本当の悪を叩けるのかどうかっていうのが今回鍵だったと思うんですよ、だからちょっと今回はその成長、はい、やっぱ全てを知ったブルースがどう成長して、はい、どう判断して、はい、どう戦うのか、はい、このあたりをね、やっぱりあの人間模様、はい、本当に暗い気持ちでスタートするこのザ・バットマンなんですけど、はい、最初の1時間をなんとか乗り切って、そこからの彼の成長をぜひね、見ていただきたい。そして俺も本当のことを知って成長するぞと、はい、本当に悪と戦える自分になるぞというね。いや、あの素晴らしいコメントですね。ありがとうございます。最後にこんなに素晴らしい、なんか最初の前半良くてこの話をずっとしてもいいぐらい素晴らしいコメント。いや本当にザ・バットマンってそういう映画だなと思いました、はい、いや本当に素晴らしい、あのバットマンの、僕はあのいろんな方がザ・バットマンっていうのに解釈ありますけども、本当にいや聞いててまさにその通りの映画だなと思ったんで、いや徳さんなんか映画評論できますね。いや本当に大好きなんで、本当にですね、ヒーロー映画に出てもいいし評論してもいいし、はあ、自分で出演して、はい、それを評論してそして多少叩かれて、はい、その叩かれたエネルギーをまたあのエネルギーにして仕事を増やして、はい、資金を貯めて、はい、制作費も出して監督もしてまた出演するみたいな、そういうことですね。そういう方向で進んでいきたいなと、いつかはハリウッドを、はい、これ目指したいと思いますんで、もう本当にね広がっていくんですけど、それで野毛さん実はあの今回、まあ、ザ・バットマンを掛けに、はい、あの DC はこれからいろんなね映画とかあるんですけど、はい、今実際のドラマの方も実は力を入れていて、あのドゥームパトロールという、うん、あのまあ、DC の中もちょっとかなりこれあの癖のある話で、はい、あの絶対お子様と一緒に見ちゃいけない過激なあのヒーローものでワイなんてお子さんと一緒に見ようなんて絶対大変なんでできないことになると非常に面白いのがあるんですけど、これがですね今あの DVD がリリースだったりデジタル配信してるのと、あと NHK でなんとですねスーパーマン&ロイスというですね、スーパーマンがロイスと結婚してお父さんになってっていう、もう家をも守んなきゃいけないし、いいお父さんにならなきゃいけないし、地球も守んなきゃいけない、まあそういったすごいドラマがあって、そんなドラマか、はい、これはあの今度の秋かにブルーレイとかもリリースされるんですけど、今とにかく NHK でスーパーマンをやってるということで、なるほど、はい、だから NHK でスーパーマンが見れてザ・バットマンが配信で見れて、ちょっと画期のドゥーンパトロールが見れてるDC 加速してますね。 DC 加速してます。もうで本当にね DC もいろんなヒーローがいるので、もう多分武井さん枠ぐらいはあるんではないかと期待してますね。ちょっとね、マジで体だけはマジで鍛えておきますので誰にもできないアクションやりますんで、ま、間違いないです。そうですね、チェックだということですね、あのもうここまで聞いたら本当にザ・バットマンあの見たくなったと思うんですけども、本当に視聴環境にある方はこのままね、はい、ちょっとザ・バットマンを見ていただいて、あのぜひぜひあの楽しんでいただいて、あ、武井さんが言ってたのはここなんだっていうところ、ね、本当に分かっていただけると思うので、はい、あのぜひ見ていただきたいと思います。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。武井壮さんでした。はい、また何かよろしくお願いします。